とても難しいですね。大きく分けると物質というのは固体、液体、気体というですね、この3つに分かれる。あ、そうです。これ私が言ったわけじゃないですけど、まあ、ある本というか部分になってるんですけども、いわゆる今空気の中に空気というのがあります。これは何か分かりますね。気体ですね。要は圧力、圧力が増すとですね、物質というのは固まって、いや原子、中性子、それで構成されてるんですけども、その密度が狭まってくると液体、固体というふうになるとなんですね。ということで今日はちょっと皆さんに実験していきたいと思いますね。そこに空気があります。はい、その空気をですね、自分の右手のこう左手にですね、こう何ていうんですか、送り込むようにこうやってみてください。これ真面目な話ですよ。はい、でグッグッとこう送り込んで圧縮していくんですね。で圧縮してしばらくするとこう物質が出てくると。これが固体になったということなんですね。今の空気中のものがですね、物質がこういう来ちゃいますから、ここがエアポケットというかですね、無の状態になってますから、これをまた元に戻さないといけないですね。ということでまた手の中に入れていきます。それではよろしいでしょうか。はい、それでは第3部は、プロの集団、全部プロミュージシャンですね。すごい人たちが集まってる。ここのギャラが高いためにもう今日は遊びに来たんです。でもこんなそれをね、いつもかとんでもないこんなギャラじゃやらないよっていうのをね、ほんと泣いてもらって、特にボーカルのよしき君、彼はノーギャラなんです。優勝出演でですから、皆さんはCD が売れたのがちょっとギャラになるかなって。だから、僕のコンソーキーでもよろしくお願いします。あと、ちょっと、チューニングの間にご紹介しますと、初めから、藤田早紀さん、バリトンさんです。若いですね、若い。それで、続いてがアルトサックス、勝秀夫さん。ネットの検索するとすぐ2人とも出てきます。そして、この方は葛城ゆきさんというのがですね、ボヘミアンっていうあそこのバンドリーダー、そしてパグニットにもありますけど、アレンジャーであり矢沢栄一さんだとかいろんな方のプロデュースして、そうですね、A さん、あ、プロデュースじゃない、サポートです、ごめんなさい、ね、テナーの川野俊明さんです。ボーカルがバイリンガルで、あ、違う違う、バイリンガルね、フランス語、イタリア語、中国語と英語、すごい、だから通訳の仕事がもう飛び回ってる方です。よしき君です。そしてピアノはジャズの王女、私ともう50年、まあ、伊藤さんと同じぐらい長いんですね、三尾坂道さん。そして今日は特別にパーカッションと歌で参加していただける奥様の、ムーングロー、巣鴨のムーングローのオーナーであります、芸名リリアンさん。後ほど素敵な歌を。そしてドラムにもゲストが、イノヤンこと井上直彦。素晴らしい、オリアン。そして、最後に大御所ベースマン、シャープライブの春の道いてね、そしてさっさとやめていってもうこのバンド先がないやってんで、そしてニューワードオーケストラ、70年代にこの人をテレビで見ない日がないんです。毎日チャンネル変えてもすぐ出てくる。それで今度は桃江ちゃんからひばりさんまで全部のレコーディングだったから、この人の音も入ってるのはないんです、皆さんが聴いてる音楽で、という素晴らしいベースマン伊藤正樹です。そして我々また3人がここにお邪魔しまして、一緒にやらせていただきたいと思います。それではまずプロの音、どんな音がつの、
自分回しです。さすがプロの音、聞こえました。ちょっと締まりがね、お金払ってるので、ちょっと違うんです。ありがとうございます、皆さん。モニターを上げてもらえますですか。モニターをちょっと、サックスの方のモニターを。歌も、もうちょっとください。はい、よろしくお願いします。それでは、今度はあの、ウスタ君の勝手のリクエストで、どうしてもこれやらせてくれということで。先輩にあの、ラテンリズムを教わったし。あ、そういうことなんですか。じゃあ、もうダンスさんがじゃあ踊っていただけるんですね。ワン、ツー、シャッシャッシャッと。じゃあ、そこ開けますんで、今。で、誰もがご存知の T4 ツッツって、本当にご存知ですか、皆さん。僕は、まあまあ、いや、そんなことね。じゃあ、2人でお茶をという日本語で T42。 それではパーカスの隊行きました。Thank you.
Yeah, yeah, yeah.
俺一瞬飛んでたって本当ないと思ってた。あったら一曲忘れてたね。
はい、いやいや、完全に今、道が話になっておりますね。あんくん何やろうかなって一瞬考えて自分で。あれですか、あれです、ありがとうございます。はいはい、はい、じゃあやりましょう。それでは、ご存知のこんな曲からやってみましょう。じゃあね。